オ音前進とは、英語において、そのシーンが F や V として発音される現象である。オ音前進が起こると、シータは F に変化し、は V に変化する。例、3は、フリー、ベイズは、ベイブと発音される。シータから F への変化は、語頭でも起こるが、語頭のは通常、V に変化しない。例、 ザットがバットと発音されることは稀である。シオン前進は1990から4年に、ロンドン南東部で行われた調査により、明らかとなった。コックニー、エセックス英語、川口域英語、ブリテン島西部方言、ヨークシャー方言、ニューファウンドランド英語、黒人英語、リベリア英語、非英語母語話者の英語でも目立つ現象である。俳優のサイモンペングが、ノーフロンドンと書かれた。 T シャツを着ている写真、ノースロンドンのシオン前進経営である。ロンドン方言のシオン前進は1787年に初めて言及された。シオン前進は1850年までにロンドン市内において、1880年までにブリストルにおいての労働者階級の階級方言の標準的な特徴とみなされるようになった。1876年にヨークシャーにおいては、 死刑摩擦音、シータの代わりに白唇摩擦音、F、V が用いられるとの記述がある。1892年、A グラマーオブザ・ダイアレクト・オブ・ウィンドヒル中で著者のヨゼフライトは、著者の住む地区では、シンク、サード、スミズなどの語が、死音全身を起こしていると記述している。死音全身型が語彙化されるケースもある。例えば北イングランドの方言の中にはウィズアウトが、 ワイブトとして語彙化されているものがある。英国方言調査では、シオン前進は英国南西部のブリストル周辺とロンドンエセックス周辺の2地域で発生していると述べられている。また、1988年にはイングランドに拡大する非標準的なアクセントとして、シオン前進が記述された。川口域英語についての最初の記述以降、コックニーと川口域英語は、 オ音全身の有無で分類されるものとして扱われている。しかし、ウルリケ・アルティンドーフの調査によれば、オ音全身は中流英語、川口域英語でも時折見られる現象であり、ここから、アルティンドーフ博士は中流英語、川口域英語においてもオ音全身が広まりつつあると結論している。大衆音楽では、ジョー・ブラウンの1960年代のバックバンドが、 ザ・ブラバースの名で洗礼を受けており、1960年代には、フィングス・エイント・アットゼイ・ユースト・ TBE という、喜劇があった。以下の録音は、詩音全身を持つ、コックニー・ワシの例である。マイ・ダット・ケイム・フロム・はピング・アンド・ミー、ムーム・ケム・フロム・ポプラ、メ・ダット・ワズ・ワン・オブ・イレブン・キッズ、アンド・ワッピング・イン・ゼム・デイズ・リアリー・ワズ・ワン・オブ・ザ・ パーリストパーツオブロンドン。I mean, they really didn't have shoes.On their feet.I, I'm talking about 70 years ago now.Arm.And p o p l a r w a s t h r e e j u s t slightly.A cut above wapping.Arm.You was either east and respectable or you w a s s o r t of east and villain.You know.And my family was respectable.On both sides. But me father had a very tough time because his father died when he was 19.Deaving him the only one working to bring up.Eleven brothers, ten brothers and sisters and on.A Thursday night heed sometimes go home and the youngest to be crying in the corner and heed.Say, what's the matter with them?Ma, oh, well, Harry, you know it's Thursday night. And you don't get paid till tomorrow, and they literally didn't have any food in the house. この録音において、Father, Brother, Eather, Thursday はそれぞれ FV,BRV, IV, F, The Dead と発音されている。1989年、グラスゴーの労働社会級の未成年の発話で、死音全身が起こることが報告され、社会と学術界の関心を集めた。 1997年の調査において、グラスゴー住民のうち、最もシオン全身の頻度が高い層は最も、転入での少ない層であった。調査結果は、方言接触を地理的な移動と結びつけてきた、言語変化モデルに難題を突きつけた。さらに2013年3月、エジンバラにおいても、比較的新しい現象として、シオン全身が報告された。ありがとうございます。